蘇我馬子は古代日本の政治家であり、壮年期の6世紀から7世紀初頭にかけて大和政権を牽引した重要な人物です。彼は天皇の近くで重職を務め、大王権力を拡大しました。その政治手腕は称賛され、古代日本の政治システムの発展に大きく貢献しました。蘇我馬子は日本史上において重要な存在であり、その功績は今もなお称えられています。